魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ、再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への雄飛の機を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める破蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に高騰の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。猛徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長路か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。とに、なんで今ここで長路なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に合肥を突かれたりしませんかね。それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫吾の軍を退けられよう。合肥の守備引き受けてくれるな。そう来ると思ってましたよ。合肥は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合肥防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ、孫吾を退けてくれ。承知しました。長文苑、神明をとして合肥を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合肥へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し、漢中を掌握するのだ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫吾の大軍が合肥に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。万長、慶州はどうだ。関羽が孫吾と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は破蜀の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫吾と組みつついいように利用するとは。劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、
慶州が膠着しているのであれば、いくらか孫悟の方へ兵を避けるか。巨匠に伝令を出し、合肥への援軍を編成させよ。我々はこのまま長老を撃つ。合肥の動きは、結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は、破色の地から長安へと抜ける道。東西の戦線を安定させるためにも、この地は、わしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと、長老を倒しちまいましょう。よし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。Ha!
らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。この傭兵官は艦中の要、貴様らなど落とせるものか。落ちてしまったのか。やはり魏軍に勝てる見込みなどないか。なんとか魏の将に接触できないか。そうすれば二代理の三段だ。もう兵官が落とされた。嘘だろ。やっと戦線を突破できましたな。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。前頭座は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。行きますよ。務めを果たせぬとは、長老殿、申し訳ございません。天頭山を抑えた。この要所を取った意義は大きいぞ。今はこの喜びをかみしめましょう。ああ、頑張ってんだ。その調子でいけよ。我が軍団だけが孤立してしまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのみ。天頭山が陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃん。
ゃいいらっしゃい。毎度どうも。まあ、いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。私は長老軍の将楊将様の部下、楊将様があなた方にお会いしたいそうです。きっと悪い話じゃないですよ。お待ちしております。よく来てくださいました。私は楊将、こたび義軍に寝返りたいと思っています。長路に見切りをつけた直後に現れた義軍、これはもう運命としか思えませんな。このことは誰にも言っておりません。故に長路軍として動くことも可能です。無論先立つものが必要となりますが、ねえ、その分働きますともして、いかほど。おやおや、こんなにもいただけるとは。このご恩にはきっと報いてみせますぞ。ではあの要所の門を開けてみせましょう。きっと驚かれると思いますよ。このことは絶対に長老軍に漏らさぬよう、よろしくお願いしますよ。うまくいったようです。
困難ではありませんわ。感服つかまつった。これぞ武の神髄。長老様、幼少でございます。敵は漢中の火攻めを画策しております。そこで城門を開け放ってはどうでしょう。敵は策と思って近づかず、退路も作れます。幼少を落とされた今、大胆な計が必要か。その策を信じよう。兵よ、門を開けるのだ。開けることはあるまい。行きますわ。神髄。花房館が落とされたって？俺たちもう逃げた方がいいんじゃないか？孤立したところを狙われたか。覚悟を決めて挑まねばなるな。そなたは投降を進める使者か。劣勢なのは認める。しかし我らはまだ投降すれば命は助けてくれるのか。
兵の士気は低く、勝利は望めぬか。無駄に命を散らすが、死の道ではあるまい。そなたの提案、お受けいたそう。願わくは、帰化には寛大な処置をお頼み申す。よかった。死なずに済んだ。宝徳様、俺たちの命を一番に気遣って、自分の立場もあるのに、なんと寛大なお方だ。うまくいったようです。困難ではありませんわ。生かしきれなかった。この戦、いよいよ厳しくなってきたな。
行きますよ。やっ、やっ、す、せい、もはや抵抗はせぬ。どうか神には手出ししないでいただきたい。やったな父さん、これで艦中は俺たちのものだ。あや、ご苦労だったな息子よ。いい初陣だったぞ。曹操殿、それがしへの寛大なる処分、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われ、戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝を失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき後人の極め。報徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令面以後は曹操殿の先兵として働か。うん、頼みにしているぞ。父よ、艦中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの輸送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は芝忠達です。劉備は覇職の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り覇職益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を突かれよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておる。この三者、三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。艦中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。士官、全軍に通達せよ。書こうとも、書こうへも、お主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫権に圧力をかければ我らに対し劉備孫権が構えるという、この均衡を崩せるやもしれん。だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。
何を今更、いつものことではないか。で、俺たちは何をすればいい。劉備を漢中へと誘い出し、その間に関羽を討つ。何だと。漢中は覇食にとって望む。わしが兵力を手薄にすれば、奴は喜び勇んで奪いに来るであろう。同時に孫権と慶州攻略の密約を結ぶ。慶州の奪還は奴らの絶望するところ。関羽を共に討とうといえば断りはすまい。確かに奴らの同盟は危ういものとなっている。孫権をこちらにつけることはできるだろう。だが劉備どもにこれを蹴取られでもすれば、漢中と慶州を一気に失いかねんぞ。そこをバレないように漢中をきちっと守りつつ、ひょっとすると攻め取れそうに思わせる。なかなか大変な芝居ですな。慶州へ兵を回すため、漢中には精兵を残し、兵の数は減らす。これだけでは策を感づかれるやもしれん。だがその精兵を率いる師匠が我が国王であれば、まず疑われることはないだろう。そこで俺たちの出番というわけか。わかった。漢中のおとりは俺がやろう。いいってトンニ、そっちは俺の役目だ。慶州には関羽を打ちに行くんだぜ。その戦いにトンニーがいないってのは嘘だな。ねえ殿、ならここはこの加工妙才の出番だよな。うん、任せた。劉備は兵力を整え、全力で攻めてこよう。かなり危険な役目になるが、頼むぞ加工へ。なんの、一番大変なのは殿でしょ。これから西へ東へ行ったり来たり。もう若くないんだから無理しないでくださいよ。うん、言ってくれるな。関羽を討ち、三国の均衡に楔を打ち込む。頼んだぞ二人とも。ああ任せておけ。さて孫権との密談の場所を決めねばならぬか。今までの関係を変えようというのだ。あえて因縁あるに術工あたりがよかろうな。ついに劉備が漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。いいなお前ら。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雷、花公園将軍のもと、美しく漢中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なーに息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああそこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前はお前で自分らしくやるこった。はあ。一体どうしたんだ急にあんなこと。さて劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。直軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。
艦中が必要。さっさと譲ってもらうとし。ここは義にとっても用地。私の命に変えても守り抜く。行きますわ。報告、褒美の高木に破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。そうだね、ちょっくら俺が直しに行くか。行きますわ。なんで敵の大将がこんなとこに？なぜかしらねえが、やつを倒せば大手柄だ！ほら、俺は坂本を直すんだっての。誰か俺の周りの敵を追い返してくれ。お前の顔は覚えたぞ。この裏に次は倍にして返してやる。艦中ダッシュを前に破れるとは、なんと不甲斐ない。行きますわ。これで坂本は治ったか。まあ備えあれば憂いなしってな。いや、敵陣に坂本が。これでは迂闊に攻め込めないか。連中も諦めたか。俺らの勝ちだ。みんなお疲れさん。決勝打ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。迷いのない戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。あー、素晴らしく輝いていらっしゃる。行きますわ。はい、よし、直ちに守備配置につけ。下で戦闘に備えるのだ。炎飛と張飛が重宝の相手だ。悪いが遠藤さんはいただくぜ。いやいやいや、勝手なこと言うなって。ここは俺が守りきる。これ以上託されたよ。せない。あなたこそ真の三国無双だ。はっ、えい、はっ、えい、
すがの腕前です。なんという武勇。迷いのない戦ぶりです。そのうちから時に羨ましく感じます。素晴らしく輝いていらっしゃる。ここを引くしかないか。親父に燃やされちまうね。よし、剣道山は守り抜けた。父さんにかっこ悪いところ見せずに済んだな。今はこの喜びをかみしめましょう。おお、頑張ってんだ。その調子で行けよ。わかりました。バッチョ、もうお前を逃がさない。何、短期で突撃してきただと。待て、包囲して押し潰すぞ。狙いが定まった。行きます。敵の足場を崩し全員を損。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。誰かの手を借りたいけど。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行きますわ。迷いのない戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。いつもうまくいくわけではありません。落ち込むのは今だけにしましょう。バッチョ、お前もいつか必ず私の手で。ああ、やっと見つけたわ。バッチョ、もうお前を逃がさない。何、短期で突撃してきただと。包囲して押し潰すぞ。暴気が相手とだろう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行きますわ。
敵を蹴散らせ。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。迷いのない戦ぶりですね。そのうちから時に羨ましく感じます。これ以上は厳しいよ。というわけでさよなら。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行きますわ。ここは引こう。だが正義は必ず再び立ち上がる。役目を果たせたけど、何か一番欲しいのは手をすり抜けてしまった。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。ああ、素晴らしく輝いていらっしゃる。さすがの腕前です。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。はっ。